食堂でアルバイトを始めてみたのはいいが、いやまさか。あのアーチャーさんがいるとは思わなかったね。あの人、厨房に入るとあんなキャラになるんだな。オリオンさんかわいいよね。かわいいのかそれにすっごくもふもふだし。髪の毛の話か。今度お願いして、抱っこさせてもらおうかな。持ち上がるのかあれは。 なぎこさんが一緒だと賑やかで楽しいね。教科書に載ってた人とお話できるなんてなんだか不思議な感じ。でもあの人、教科書とだいぶイメージ違うよな。春は揚げぽよの人だよね。そうだったかいや、そうだったかも。